説が下手なので皆さん肩の荷を下ろしてぬたーっとして聞いてください、それからの最初に、売民の鉄さんと愉快な仲間の皆さんにお礼申し上げたいと思います。日頃から私なんか勇気がなくてとてもとても声を上げられなかったんですけど、鉄さんと愉快な仲間にドラムで叩いてもらって失礼しました。愉快はいらない、真面目もいらない、仲間たちで勇気をもらって発言させていただきます。ちょっと言いたいことを言わせてください。安倍晋三、あなたには2、3言いたいことがあるんだよ。お前は2008年の第一次内閣の時にどんな辞め方をしたんだ。思い出してみろ。参議院で民主党その他の野党がちょっとばかり多数を取った途端に急に育児がなくなってオーストラリアに行ったと思ったら帰ってきてすぐ入院仮病か。お前はそういう育児なしだったのにまた内閣総理大臣をやるんだ。おかしいよな。それからそのオーストラリアでお前はアメリカの高官と会って何か話しただろう。何の話をしたんだ。明らかにしてみろ。お前が辞めさせられた理由はそこにあるんじゃないのか。私が想像するのは従軍慰安婦の問題で世界に向かってろくなことを言わないからアメリカはその他の世界の国々からお前のようなやつは総理大臣の資格はないと言われてそばんとなって帰ってたんじゃないのか。それがまた総理大臣をやるというのか。それから議員会館にいるいつの間にやら育児なしになってしまった自民党の安倍派ではない人たち、例えば谷垣さん、どうしたんですか。あなた方は1980年代に今でも生きているろくでもない長曽根が出した再法案をみんなで自民党の非主流も集まって潰したじゃないか。忘れたのか。どうして今回それをまたやらないのかね。あんな安倍晋三にずるずる少々ごとついていくだけの人間の集まりになってしまったのか自民党は。おかしいぞ。それで安倍の問題だ。あんたは NSC 法案だ、国家安全保障基本法だ、そしてそれにセットした特定秘密保護法案だと、もっともらしいことを言っていて、日本を守るためだ、日本の国民を守るためだなんて言ってるよね。嘘つけ、お前。自民党の多くの幹部たち、そしてその流れを組んでいる安倍晋三、お前たちが戦後70年やってきたことは日本の国や国民を守ることではなかっただろう。アメリカの言うなりになって、言うなりどころか手下になって、そして最近では手先になって動いているだろう。今回のこの特定秘密保護法でさえアメリカに言われてやってるんじゃないか。アメリカに言われたんだったらアメリカから持ち込まれた情報だけの秘密にしたらどうだ。それをなぜ特定のいろんな情報まで秘密にして、そしてそれにアクセスしようとする我々まで罰しようとするんだよ。おかしいだろ。お前が日本や日本の国民を守ろうとしていないというのは最近の3つや4つの出来事を見ただけでも分かるよ。一つはオスプレイの問題だ。あれはアメリカでも重大な事故を何度も起こしてもう飛ばないでくれと言われてる 戦闘ヘリコプターだよ。それをお前日本や沖縄やこんなところへ持ってきてどうして練習させるんだ。お前は本当に国民や日本を守ろうと思っているのなら丁寧にお断りしてオスプレイにお帰りになってもらえ。あるいは普天間の問題だよ。なぜ沖縄の人を苦しめるんだ。
言ってるんだ。だからお前こんな低秘密の保全法なんてものを国民に押し付けようとしてるんだろう。それからその自民党や安倍あるいは安倍に流れを組んでいる一部の自民党の売国たちのことも言っておかなきゃいけない。安倍晋三の爺様の岸信介、こいつは CIA、 アメリカの CIA から金をもらっていた、便宜を図ってもらっていた。そういうことは CIA 秘録というアメリカのジャーナリストの書いた本に出てきているんだよ。お前の爺様はアメリカの手先だったということだよ。だからこそその岸信介の親戚の佐藤栄作がアメリカと核兵器の密約を行って何かがあったら日本へ持ち込んでもいいですよと言って大嘘をついた。それをずっと隠してきたのが今までだよ。そしてお前は同じようなことをやっている可能性が高い。だからこそこの特定秘密保護法を何としてでも通しててめえのろくでもないことを隠そうとしている。そうとしか考えられない。 TPP ももうさっきから何度も言われているようにあんなものは日本が得るものは何にもないんだよ。もうすでにアメリカとオーストラリア以外の TPP 交渉国とは FTA 条約が結ばれてるんだ。何をこの上やる必要があるんだ。得るものがないのにアメリカに差し出すだけの TPP などお前がアメリカに言われてやってるわけだろ。いっぱい腹立つんですけど、それでやめた後ちょっと歌だけ歌わせてください。すいません、手拍子お願いします。松の木こう歌という古い歌なんですけど、はい、これの4番でですね、自民党と安倍晋三に捧げる歌ということで歌いたいと思います。手拍子お願いします。嘘よみんな嘘、あなたの言うことみ